動の目標はこの絵を完成させる、成し遂げたい21個の項目をこの絵に入れました。この目標を達成するために英語勉強しようと思うんだけど、わかんないよ、鹿注意ってなんだみたいな。そう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 、お部屋人数分でーす。こんにちは。今日ね、あの子供食堂にさっきまで行ってきました。お手伝い行って ね、今日で2回目だったんだけど、うん、行って今本当もう帰ってきて2分で今撮影してるような状態です、はい、大田区にある大田ラーメン子供食堂っていう場所に行ってきて、あのもうね、スタッフさんもすごい雰囲気抜群に良くて ね、テンション高いしね、みんなテンション高いし、ね、うん、明るい明るい、うん、でなんか来る人もみんな明るいし ね、その土地側も全部明るくなってるよね。そう、もうなんかでも雰囲気抜群に良くて、うん、勉強しに行ってるつもりなんだけど、なんかほっこりして帰ってきたって。確かに。今はあのフードパントリーとか、あとはなんかそういう一人親の方とかにこう無料配布で、うちらも今日配達行ってきた。はい、配達行ってきたね。一軒だけ配達行けて、うん、こんななんか堂々と今日行ってきましたとか言ってるけど、もう僕らの戦力なんかね、もう100分の3ぐらい、うん、ぐらいかな。足引っ張ってなければいいかなレベルだからね。足引っ張ってない、なんか邪魔してんじゃないかなレベルなんだけど、うん、でもまあ、 あのこれから先そういう子供の笑顔のために活動していくために今勉強させてもらってて、はい、俺ら戦力になんないのにいろいろ教えてくれて ね、本当にもうありがたいなって場所なんで、うん、まあ、もしよければあの概要欄に公式 LINE や Facebook、 インスタ、 Twitter も やられてやってるね。もしよければご覧いただければいいかなと思います。はい、お願いします。子供が来て、ね、お母さんも来て、ね、でなんか地域のおじいちゃんおばあちゃんとも話しててずっと将棋やってて、なんか世の中どんどんさ、人と人とのつながりがどんどん多分昔に比べて減ってってるじゃん、うん、そう、その中でそういうコミュニティが生まれる場として、でなおかつそういう困ってる子供とか親御さんとかにもあのそういう配布が行ってできて素晴らしいなと思ってて、すごいいい場所だよね。いい場所、うん、一番最初にここで勉強できてよかったなって思えるような空気がすごい漂ってるから、うん、すごい心もね癒されるしね。そう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 、本当ね、ほっこりするんだよ。ほっこりする、あったかい気持ちになって帰ってくる、うん、頑張ろうと思うもんだよね。賛否両論絶対あると思うけど、僕らこういう活動を持ってやっていこうかなと思ってるんで、はい、今日はこういう風に配信しております。普段勉強してるだけの今グループになっちゃってるけど、もっと本当はこういう活動も増やしていこうかなと思ってて、うん、もっといっぱい体を動かしたいしね。そう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 、よっちなんか子供に振り回されてたしね。そうね、今日ひどかった。小学2年生か、2年生だね、あの子たち、うん、こう7、8人と喋ってたら、私早いよって言うからさ、俺負けず嫌いだからさ、全然俺余裕で勝てるしみたいな感じで、じゃあ勝負しようよってなってさ、さすがに大人だからね、ハンデあげないとかわいそうかなと思って、ちょいよハンデあげるよって言ってスタートしたら、みんな早くてさ、超早い、おっとやべえと、おっとやべえと思って走ってって、本気出さないと勝てないぐらい離されちゃってたから、うん、本気で走ったら3秒。こける。足が追いつかない。そう、もうひどかった。ちょっと出せるかな、ここら辺に。そんな中でもやっぱね、あの子たちの笑顔がもうすごい明るすぎて、ああいうの見てるとすごい元気もらって、その子たちの笑顔のために何かできないかなっていう、そういうような気持ちで今撮ってます、はい、本当はこのまま子供食堂がどんな感じで、うん、どんな雰囲気で、うん、どんな子供の笑顔があるのかっていうのを伝えたいんだよね。伝えたい、うん、映像として伝えたいんだけど、大田ラーメン子供食堂さんにはあの許可いただいてるんだけど使っていいよっていう、うん、でも実際そこで来てる子供たちの親御さんたちにまだ僕ら許可取れてないっていうか、うん、まだそういうアクションまではいけてなくて、今こう YouTube の中でその子たちを映像として出すことができないんで、今日はちょっとそういう映像が出せないんですけど、まあ、その代わりと言っちゃなんですが、そこの人たちに教えてもらったんだけど、うん、ラーメン子供食堂のね、その裏にあるね、多摩川、裏が多摩川で、うん、梅の花が綺麗に咲いてるから、すごい綺麗なの、2本しか立ってないんだけど、あそこなんか景色の色ほとんどなんか茶色、茶色、うん、ベースが多いとこで、うん、もう2本だけピンクのね、そう、綺麗な花が咲いてて、うん、あ、じゃあちょっと見に行こうよって、一応カメラ持ってったんだよ ね、撮る気なかったんだけど、うん、見た瞬間撮っちゃったよ、撮ったね、あ、綺麗だ、これめっちゃ綺麗だ、うん、梅の花の方はちゃんと梅の花に許可いただいてきたんで、梅の花に話しかけた、んこれ YouTube 上げていいって話しかけたら、こうやってシャンシャンって言ってた。ついに壊れた。そうだから、梅の花はあの YouTube 出せるから、大田区とかあの辺でお住まいの方だったらもう見に行ってもいいんじゃないかなってぐらい、まあ、すごい綺麗だった、めちゃくちゃ綺麗だった、うん、お届けしようかなと、許可取ったかどうか知らないけど、許可取ったんで、取ったんで、ね、取ったんで、ね、お届けしようかなと思います、はい、じゃあどうぞ。